情報がある種イギリス頼みである、そして日本政府に直接入ってこないという、こういう空白を今後埋めていかなきゃいけないということが少し見えてきたと思うんですが、まあ、英国も米国もですね、情報能力高いんですが、両国ともですね、はい、全ての情報を提供して当ててきました。その両国もですね、なかなかそのアルジェリアの軍事作戦の状況等々については十分に把握をできていないという、まあ、そういう状況だったんですね。まあ、そこで、我が国はですね、まだ3名の方の安否が、不明ですから、はい、この3名の方の、安否を確認するために全力を尽くしていきたいと思いますが、まあ、ただ、まあ、今回のこの事件においてですね、できたことまたできなかったことがあります。まあ、特に、まあ、情報の収集というのは私たち自身の手で収集するというのは非常に、まあ、困難なこともありました。まあ、そこでしかし、情報収集力の強化はまあずっと我々の宿題ではあるんですが、まあ、これはまあ、いくつも壁が、まあ、ありますが、まあ、これは、まあそういう、まあ、法的なものをも含めてですね、どうそうした課題を解決をしていくかということについては検討していくべきだろうと思っています。法律のこともね、伺いたいんですが、その前に再度、例えば木内政務官が行かれました。はい、大変優秀な方で外国官をやられていた方で、しかし一方で政府高官、もっともっと上の人を含めてですね、早めにアルジェリアに入ってアルジェリア政府と直接交渉するというのは難しかったんでしょうかね。国の特殊性からすると、いわば行ってすぐに、会談できるかどうかということもありました。まあ、事実私は電話で、会談をしましたので、首脳レベルと会談できました。で、木内、大臣政務官はですね、外務省ではナンバー3ですから、で彼を、派遣をしてですね、それは先方とも、情報交換というのはですね、先方から情報収集というのは私はかなり